ぷくぷくマリンレイディオ、こんぷくリスナーのみんなに元気をお届けするラジオ番組、せつさかなのぷくぷくマリンレイディオ。パーソナリティは直視したらそっと深い老若男女を虜にする魅力があふれてやまないとってもキュートな VTuber せつさかなです。はてさて、早速なんですが嬉しい報告。前回以降いくつかお便りをいただきました。ありがとう。ということでふつおたを読んでいくぞ。最初にいただいたお便りから、ふくらじネーム0点って0点が由来なのか気になるよねさん、ありがとう。季節も雪解けに差し掛かり、春の風が来ねえな、まだまだ寒いね。そんな季節ではありますが、今週も近づいてまいりました。魚様には何か春にしたいことはありますか？私は寝たいです。これ送ってもらってからやっと春っぽくなってきたかなって感じはするけど、代わりに花粉がひどくなってきましたね。許せん。こういう日が暖かくて風が気持ちいい時期はピクニックとかしたくなります。公園の芝生の上でシートを敷いて、近くのお店で買ったちょっといい感じのお弁当を日の下で食べるの、すっごく心が安らぎますよ。食べたら日向ぼっくしながら子供連れを観察したり、咲き始めたお花を眺めたり、ゆったりするのが好きですね。今年もどこか行きたいな。ちなみに春ということは僕の誕生日がありますね。みんなお祝いの準備はできてるかな？お祝いマシュマロとかも募集してるんで、送ってくれたら嬉しいな。送ってくれないかな、チラチラ。みんな送るだろうからじゃなくて、君からのお祝いは待っているからな。今日は辞めちゃった職場の話なんだけど、廃棄業になったことのある後輩 H 君がいて、同僚の Y ちゃんがその子に渡す引き継ぎメモを書いていたので、なんか落書きしてやろうと思いましてね。灰にはーいって言わせたキャラを書いたんですが、そのメモのお返事で、これはいじり散らかってますねーって返してもらいました。これにはせっちゃんもにっこり。いじり散らかってるっていう言葉を初めて聞いたけども。そんな H 君はファッションが好きで、自分のブランドを立ち上げ、お店を開く、お金を貯めるためにうちの職場に来たんだって。ブランドの名前は、肺気胸で入院している時に右の肺に穴が開いたことからハイライトってつけたらしく、もはや自虐ネタにしているというか、ポジティブというか、とにかくセンスが異次元で、僕的にはその話がすっごいツボなんですわ。しかし理由は分かりませんが、僕より先に仕事を辞めていきました。なので多分店は開かれないまま終わる。おつ。ちなみにブランド名出して見バレとか大丈夫って思うかもしれませんが、検索かけても同じようなブランド名やらアイドルのグループ名やらばかり出てきて、僕では見つからなかったので多分大丈夫です。さてさて、それではここからは前回募集したお便りのお題、キャラへのこだわりについて話していこう。イエイ。ふくらじネーム0点って0点が由来なのか気になるよねさんは、キツネ耳強き寂しがり少女、こちらのお題についても送ってくれてありがとう。早速要素もりもりのが来たね。例えばこういう子かなって例を出そうと思ったけど、何も思いつかんかった。パッと出てきたのは世話焼き狐の千子さんだったけど、強気寂しがりではなかった気がするし、狐耳少女といえばなんとかなのじゃっていう口調のイメージが強いんですが、あれ初出はどこなんでしょうね。お次はプクラジネームレナさん、白髪壁眼は最強なのです、でも魚ちゃんの方がもっと好きなのですといただきました。ありがとう。白髪壁眼は強いジャンルっすよね。それと比べるなんて恐れ多いっすよ。わかりやすい例だと大手の VTuber のキツネさんとか、 FGO のオベロン様みたいなのかな。偏見だけど、そういうキャラはミステリアスだったり儚いイメージが強いんですが、白髪壁眼のキャラを調べてたら、ハイヨレニャルコさんが出てきて一瞬で理論破綻しました。まあまあ、ある意味ミステリアスですけどね。やっぱりみんないろいろこだわりってあるんですね。ちなみに僕は、自分が可愛い服を着るのが一番似合うし、可愛いと理解している男の子、まあ娘って書く男の子ですね、とかが大好物ですね。リスナーさんでもし思い当たるキャラがいたらコメントに書いといてください。その作品僕が履修します。多分ここでもう一つ普通おたをご紹介します。ぷくらじネームくまねこさん、こんにちは。こんぷく、初めてお便りします。かっこいにしえのラジオ風ラジオはぜひ続けてほしいのでメールしました。初めてのお便りマジ感謝です。そう言って送ってくれるの優しいね、ありがとう。さかなさんはポケモンゴースト系が好きなので、オカルトとか怖い話は大丈夫なんでしょうか。そういうテーマのコーナーとかはどうですか。あとゲストを呼んでおしゃべりが聞きたいです。ご検討ください。よろしくお願いいたします。いやー、心霊映像とかは大抵作り物っぽくて割と平気なんだけど、怖い話とかそもそも触れないようにしてるから大丈夫かわからないんですよね。試しに調べてみて怖かったら嫌じゃん。ゲストに関しては検討中ですが、この短さかつ方向性が謎の動画形式のラジオに出てくれる人は果たしているのかっていう。もしこれを聞いている VTuber がいたら声をかけてくれてもいいんだよ。ってことでそろそろ締めようかな。今回はお便りもあって多くなりましたが、いやー、いいこといいこと。お題があれば送ってくれるみたいなんで、またお題を用意してみました。
次回のお題は好きなゲーム。僕の配信では僕の好きなパズルやシミュレーションが多いと思いますが、リスナーさんはどういうゲームをやるのか知りたい。 RPG や音ゲーといったジャンルのことでも、女の子がたくさん出るものとかでも OK。 もちろん自分がプレイするのでなくても、このゲームの実況を見るのが好きとかでも構いませんので、ぜひ教えてください。もしあれば理由とかおすすめポイントとかも聞きたいな。お待ちしております。ということで終わりの時間。おつぷく、また次回があればお会いしましょう。サラダバー。